え、うわー、ルイも今日、ねらいさん、ねらいさんがいるじゃないか。ねらいさんがいるじゃないか。ルイも今日 YouTube 倒すぞ。ルイも今日 YouTube。 はい、ねらいさんおいで。あ、ねらいさん倒すぞ。あ、やば、曲芸師9位マジで言ってんの。ちょっと机こなせてきたから、私ピノ切ってる配信者がいるらしい。ピノ切ってない、誰かピノ切ってるだ。でも誰もピノ切ってないぞ、この野郎。倒さない、うわうわー、もう やってるねー、このキャラはやってるよ。やってんねー、ねるいさん。こんなキャラ使っちゃって後で後悔し、あーって、だけどオフェンス、オフェンスじゃなくていいな。オフェンスの方が強いよ、ねるいさん。オフェンスの方が楽しいよ。やめてよ、エクション見せつけないで。え、絶対強いじゃん、この僕真似してみたって動画出すか。よしよし、ねるいさんがここにして、ここにしたろ。よーし、行くぜ。ルイミキュー YouTube さんおっしゃるで。はい、行きましょう。さあ、まずは誰だ。初手、正直この編成はガチで誰でもきつい。さあか、あ、いいね、曲芸師か。ほんと誰でもきついからな、正直。まずはロックオンモード。おっと、それはなんで当たんないんだ、なぜ当たらない、なぜだ。まあ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 、ロックオンモード突入してるんで、ここで一発。あ、惜しいな、惜しい。ちょっと、あ、射程展開だったね。ここ、あ、惜しい。でもこれはなんかいける雰囲気あるね。よし、さあ今のは、ロックオンモードキャンセルして吸収をするというちょっと高度なテクニック。さあ、鬼没がそろそろ溜まるぞ。さあ、傲慢も溜まる、鬼没もそろそろ溜まる。さあ、相手はどう戦ってくる。まずはロックオンモードでロックオン。さあ、鬼没が溜まるし傲慢も溜まるぞ。傲慢でちょっと瞬間移動しちゃおう。瞬間移動していく。あんまり意味はなかった。だがしかし、ここは鬼没でダウンを立てく。これこそが我が輩のスーパーオープン M 鬼没。スーパーパワー。さあ、初動いいぞ。さあ、ルイミ今日 YouTube が、YouTube が救助に来るんでね。さあ、ニルイさん救助からしてみよう。ニルイさんを救助からして嫌な気持ちにさせちゃうのコーナーだよ。さあ、ルイミ今日 YouTube さんはどこにいるのかな。わ、最悪。あー、ルイ今日の一撃と、今日の一撃、恐怖の一、やめてやめてやめて。はい、恐怖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 。あー、くっそー、ルイミ今日 YouTube めっちゃくしょーめっちゃくしょー。やるやつだぜ、前からやるやつだってのは分かってたけどよ、ここまでやるやつだとは思ってなかったぜ。やるじゃんか。はい、さあさあさあ、やばい、粘着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 、怖い粘着、怖い粘着、怖い。え、今タックルミスった。あー、やめなさいよ、やめなさいよ、その粘着痛いでしょうが。人が嫌な気持ちになることはやっちゃダメって小学生で習うでしょうが。いや、やばいな、ちょっとルイミキを言うために、やめた、視界に入ってこないで視界に入ってこないで、めっちゃ悪口、めっちゃ悪口でさ、視界に入ってこないではやばいよ、相当よ、相当嫌いな人に対する言葉ですからね。はい、よいしょー。はい、ルイミキを言うつぶ勝負だ。あ、どうしようかな、どうやって強く倒すかな。あ、ニルさん今そんなことして、はい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 、あらら、読み合い負けちゃったね。ルイミキュー YouTube 読み合い負けちゃったね。あれれ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 、よし、いいぞ、あれは勝てる。はい、見えてますよっと。よしよしよし、しっかりね、見えてない間抜け面を、間抜けな顔をして、そういう人っているよね。
なんかちゃんとしなさそうなのにちゃんとしてる人っているよね。 OK! さあカーボーイは救助に来ている。さあこれはちょっととりあえず無傷救助は絶対させたくないんで、まずはロックオンモード、さあロックオンモードからの救助せかし、はい救助せかし、よーし、とりあえず鬼没だな。あーこっちでもいいな正直。 OK! で、カラのあっち行こう。はい、これカラスやって、はい、こんにちは。はい、瞬間移動、こんにちは。いらっしゃいませ。はい、どうも。よいしょー。さあ、お手軽瞬間移動。さあ、ある意味、今日ユーチューブ、勝負。いざ、慎重に勝負。負けた方が、牛角おごりだぜ。何牛角は、牛角は、俺がおごらなきゃいけないのか。くしょ。ちくしょう。なんで俺が、おごらないといけないんだよ。やばい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 、ちょっと翻弄されてるね。ルイミキを言うつぶ、やばいやばいやばい、あ、危ない、おれれ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 れ、よしよしよし、あー、なに、そういう作戦だったのか、なんだって、わざと間抜けなふりをしてそういうことを考えてたのか。それはさっき僕がやってた間抜けなフリーする作戦だ。あーやばいやばい、終わる、やばい終わる、どうしよう。一旦脳みそを整理しよう、脳みそを整理しよう。今伝説の D に一つの選択、一つの勝利への道筋がひらめいた。これでもくれ、レイム共有する、全体負荷をかけてやろう。貴様、ここで何をしている。解読は重罪だぞ。あー、お手軽、さすがヘラクレス、さすがだな。動きの一つ一つに無駄がね、これがヘラクレスってやつか。ある意味共有する、釣っちゃおうかな。いや、ダメダメダメ、とりあえずカーボーイ、いやカーボーイもいい動きするな。ちょっと、はい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 、レイミキョイユーチューブ、あ、レイミ、うーわマジ、よいしょー。おっと、レイミキョイユーチューブさん、あれれれれ、あれれれれれ、レイミキョイユーチューブさん、よし、レイミキョイユーチューブさん、これでも食らいますか。はい、はい、びっくりしたんでしょ。いや、びっくりしたね。はい、これでも食らう。はい、びっくりしたねー。瞬間移動。いや、マジか。え、誰も開けてないのか。何？相手、あだ名じゃないな。特別な訓練を受けているな、さては。おかしいな。こんな、こんなはずはないんだ。僕の計算は完璧なはず。なのに、どうし、僕は、完璧だったはずなんだ。なのに、どうして、こうなっているんだ。笑わせるな。笑わせる時間じゃない。笑わせる時間じゃないぞ。オフェンスがそこにいたら、まずいだろ。なにそれそんなやついるか、ワンクマでそんなことするやついるわけねえだろ。なにしてんだよ、そんなやついるわけねえだろ。なに、救助されたらと、またやったな、また間抜けなふりをして、ちくしょう、また間抜けなふりで僕を騙したな、なんてやつだ、くっそー、僕を何度も騙して、なんて、なんてやつだ。レイミキを言うつぶ、あいつはやべえやつだ、あいつはやべえ、
絶対に逃がしちゃいけない。あいつだけでも倒さなければ、ルイミキを4つ分勝負だ。僕と勝負だ。絶対に逃がしちゃいけない。この男をこのまま逃がしたら、全世界のハンターがいなくなってしまう。ハンターを守るために、俺が戦う。ねえ、ハンターの希望を、俺は、持ってるんだ。よし、何？うわー、目がー、なんだこれ、しみる、なんだ、うー、痛すぎる、なんだそれ、そんな技も、うわー、目がー、うわー、やめてくれ、口はガスマスクでカバーしてるんだけど、目はカバーできてねえんだ。俺が目が弱点ってのを知ってやがるのか。これでも何に攻撃があったのね。なんだこれ、どう殺しされちまってんのか。うわー、頭が割れそうだ。うわー、目が。ルイミキを4つ分をボコボコにするはずが、逆にボコボコにされちまったぜ。引退しようかな。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。